私の専門は法哲学です。慶応義塾大学法学部の大谷武弘です。情報技術の発展が法、政治のシステムにどのような影響を与えるかについて研究してきました。近年の焦点は人工知能 AI のもたらす変化です。2000年以降、ディープラーニングと呼ばれる技術を取り入れることによって AI は急速に発展し、我々の日常生活を変化させてきました。顔認証でスマホを使い、原稿を音声認識で入力し、自動翻訳で英語にすることもできます。新たな技術は必然的に新たな問題とそれに対する規制の議論をもたらします。2022年になって急速に進化したチャット GPT などの生成系 AI を使って学生たちがレポートを書くようになり、それを認めてよいかが各大学で問題になったのが典型的な事例ですね。そのような規制の典型が法律ですが、これを作るためには一般的に数年にわたる議論が必要になります。他方で AI 技術の進歩は急速で、数年前には予想もしなかったようなことが可能になる。例えば完全自動運転車を考えると、外国では一部が実際に利用されていますし、日本でもいずれ利用可能になるかもしれません。実際に自動運転車が路上に現れ事故を起こしてから、数年かけてそれに対応するための議論をして法律を作っていては到底間に合わない。現在我々が直面しているのはそのような社会である。今ここにある技術と法律を前提に議論するのではなく、将来現れるかもしれない技術とそこで生まれるリスクを想定し、そこで適切な規制を実現するための法律のあり方について考えなくてはいけなくなっている。そこで必要なのが倫理に基づく思考です。そもそも我々はどのような社会に住みたいと思っているのか、どのような価値を信じているのか、現にある法律が頼りにならない状況を考えているのですから、そのような根源的な問題を考える力が求められます。そのような観点から、AI とそれをめぐる規制に関する国内外の議論にも参加してきました。人間の尊厳、多様な人々の多様な幸福、持続可能性の3つを来るべき社会においても尊重されるべき価値として掲げる人間中心の AI 社会原則もその成果の一つです。いや、しくじったなと思ってて、もともとは役人になるつもりだったんですよね。でも大学時代に出会った法哲学の研究にどうしても未練があって大学に残ることにしたんです。だから研究者になるつもりで、大学の教員になったら授業しなきゃいけないんだっていうことに数年経ってから気づきました。しかも AI 規制もそうだけど、気がついたら法改正とか政策評価なんかの仕事が舞い込んでくることになって、政府の会議にあちこち呼ばれるようになってるんですね。こういう世界をやめてきたんだけどなというふうに思ってるんですが、まあでもこれも人生ですね。